いつもありがとうございます。ナナシです。では、今回なんですけどね、スカバイで登場するらしいポケモンの情報についてのまとめということで、ちょっとね、公式情報ではない点なので注意。そして、前回、過去に上げた動画の内容全く変わってきておりますので、まあ、こういう風ななんか考察とか情報も来てるよ、みたいな。ね、そんな感じの動画に見てもらえたらありがたいです。というわけで、パルデア地図鑑の総数は400種類ということでね、今後もポケモン動画どんどん届けていきたいと思います。ぜひね、チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。では、今回の動画の注意点、こちらは先ほど言ったんですけど、以前の動画のね、内定プラスリストレイストの内容とかなり違っております。また、ほとんどは当たっているが、ごく一部に違いがあると言われておりますので、この点だけ気をつけてください。では、スカバイの全登場ポケモンについて。こちら、現在スカバイの全登場ポケモンはね、新ポケモン103種類、復帰ポケモン297種類の合計400種類のポケモンが出ると言われております。ホーム連携では新たに40種類前後のポケモンが解禁されるとのことなので、まあ、大体440ぐらいが実装されるのかなと思います。で、400種類、どれぐらいなの？これなんですけどね、リストラ新鮮は8作品のね、ソードシールドと同じ種類ということで、もしかしたら、それぐらいしか入らないのかもしれない。ね、ルビーサファの合計386種類よりちょっと多いぐらいで、新規の人でもね、覚えるにちょうどいいぐらいの数だと考えております。これも書いてて思ったけどね、覚えれないね。ポケモンっていうのはね、覚えるか。覚えてこう。で、新ポケモンの一部はね、追加ダウンロードコンテンツで解禁ということで、新ポケモンはね、合計109種類と言われてるが、純伝説などね、6種類のポケモンは追加ダウンロードコンテンツで解禁されると言われております。で、スカバイ発売時の各地方復帰ポケモンソース、これに関してはね、ちょっと割愛いたしますが、こちら。ポケモン GO レジェンズアルセウスが来てないぐらいかな。あとはまんべんなく。まあ、これでも赤緑からね、いっぱい来てるのも嬉しい点ですよね。で、ホーム連携時のね、各地方復帰ポケモン。これなんですけどね、レジェンズアルセウスが来ております。で、公式内定ポケモンリスト、こちらなんですけどね、もうちょっとめちゃめちゃ数多いので、もうサクッといきます。カイリュウ好きだからね、これ前も言ったと思う。で、こちらは金銀。あと、電流とかも好きです、私は。金銀ってやっぱりね、ね、赤緑に比べてやっぱ違うからいいよね。あとバンギラスもね。バンギラスじゃなくてあのヨーギラスが大好きです。で、ルビーサファ。ちょっとサクサクっといきますね。ダイパ。ブラックホワイト。XY。サンムーン。ソードシールド。で、ここからがね、今回の動画ということで、こちら、ね、登場すると言われてるポケモンリストとなります。もうこちらもどんどんいきますよ。金銀、ルビサファ、ダイパ、ブラックホワイト。ね、ちょっとね、ゆっくり見たい人はね、すいませんが動画一時停止でお願いします。ちょっと数が多すぎるのでね、XY、サンムーン、ミミック来るか。ソードシールド。で、ホーム連携で解禁されるらしい、ポケモン。ミュウツーオアミュウのどちらかが来ると言われております。で、金銀。で、ダイパ、ブラックホワイト。で、XY。で、サンムーン、レジェンズアルセウス。で、内定ポケモンの傾向をね、ちょっと見ていきたいと思います。こちらね、翡翠地方の姿が登場したポケモンはね、全員内定予定となっており、そして、新しい進化系が登場すると言われているポケモンがね、全員内定しております。で、あとはね、スカバイの前のゲームシステムで未解禁だったポケモンの内定がね、多いかなと。まあ、なんで今回、まあ、新たに来れるみたいな。で、特性化か弱体化されていそうかなと。これに関してはされるんじゃないかみたいなね、動画も話してたと思いますけど、威嚇持ちのね、霊獣ランドロス。伝説幻を手持ちに全ていられるルールでも使われるぐらい超強いポケモンとなっております。対戦環境初期にね、今のままの性能で来るのはね、ほぼありえないと考えております。テラストルが実装されるとはいえね、ここら辺はテコ入れ入るかなと思っております。で、ポケモンの特性をね、隠れ特性に変える特性パッチはね、3つのストーリー全てをクリアした後に解禁されるんじゃないのかなと思っております。ホーム連携でね、翡翠地方のポケモンが全て使えるなら、
同時に隠れ特性もね、解禁されそうかなと思っております。でね、まとめといたしまして。パルデア地方ではね、新たな顔ぶれで冒険ということで、まあ、やっぱりね、毎回同じ顔ぶれだったら面白くないよね。ね、出れなかったからこそ今回出してあげてということで、いろいろね、来ると思われますので、楽しみに、ね、待ちましょう。では今後もね、ポケモン動画どんどん届けていきたいと思います。チャンネル登録、高評価で応援よろしくお願いいたします。ではでは。